はい、始まりました。マリ社長のカレーなるカレーナイト第3回目でございます。もう2月になってしまいましたね。皆さんどうですか？明日はバレンタインですよ。まあでも天気みたいなんでどうですかね。まあコロナなんでちょっとまあお出かけとかは皆さんできないと思いますけども、おうちバレンタインなんか楽しめたらいいんじゃないかななんて思います。さてさて、今日もここ鳥越あずり FM ではですね、トレイルフレッシュっていうこれですね、コロナ対策バッチリしておりますので皆さん大丈夫です大丈夫の意味がわからない。よし、ということで、今回ですね、はい、早速ですけども、この番組ツイッターで、コメントなどを募集しておりますので、ぜひぜひこの番組ご覧中の皆様、ツイッターでこちらの宛先までアットマークあずぱん FM 宛てにコメントをいただけたらと思います。はい、そしてですね、これもう番組の説明からまず入りますけども、こちら番組応援の会ございます。こちら会員募集もしておりますので、番組応援していただける方いらっしゃいましたら、ぜひ皆さんこちらの方に、ですね、番組応援の会特典があります。生放送の見学、これ抽選ですけどね、来ていただけます。目の前で見ていただけます。で、応援する番組 MC とのイベント、これは何があるか分かんないですけど、はい、楽しいイベントが皆さんと一緒にできると思います。そして、生放送中テレビ電話もこちらも抽選でできたりしますので、ぜひぜひ応援の会入っていただけると嬉しいです。そうですそうです、はい、入るためにはまずこちらですね、メールでazupan@azlink.com までに、こちら件名、番組名と、件名に、件名のところに番組名を書いて、メールをお願いいたします。ではでは、はい、さあどうしましょうかね。今日もねカレーネタをちょっとね交えた感じでゲストさんたちにいろいろお話を聞くでもないな。今日もあれですね、楽しいゲストさんたちがいらしてますので、じゃあちょっともう呼びますか。まだね早いっていつもみんな早いって言うんですけど、呼んじゃいましょう。ではでは、まあ今日お二人います。じゃあ呼びます。お一人様、まずトシキングさんです。どうぞ。イエイ、どうもでーす。お久しぶりです。ですね。お久しぶりですね。10年じゃ5年前ぐらいのね。喉詰まった。ね、詰まって、もういきなり詰まっちゃってる。詰まっちゃってる。どうも、大きい X ジャパンのモノマネしてます。XL ジャパンとシキングです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日来ていただいて本当にね。声張っていこうぜ、もう声張っていこう。喉今ね詰まったんですよ。詰まっちゃった。なんか詰まった。とりあえず、今日僕だけじゃないから。そうなんですよ。ね、もう一人太いの一緒に行きましたよ。モノマネ界でぽっちゃりブームですからね。ぽっちゃりブームね。そうなの。そうなの。もう気も来てますよ、もう。あ、なるほど。今日どっから来たの？上野から来たの。上野から。ね、寿司三昧の社長来てますね。そうなんですよ。じゃあ読みましょうかね。はい。はい、木村太蔵さん。木村太蔵さん。あれ？そっくりだな。社長。あじしょえば。寿司三昧。でかいね。俺らなんかでかくない、なんか。服装かぶってんじゃないですか。ね、いい感じじゃないですかこれ。あの作業着になって二人とも。なんか取引先みたいな。僕のアップになってますこれ。ちょっと。マリちゃん社長なんかちっちゃく見えますけど。アップなってます。勘弁して、ちょっと2人とも作業着てきちゃダメだってこれ。FM ラジオ見えてんでしょ、ラジオじゃないんでしょこれ。これ見えて見えて見えて、完全に見えてます。まだどうもありがとうございます。僕だけ衣装着てどうすんの。これどこで買ったんですか。これ本物です。本物なの。寿司三昧って書いてあるんですよ。これ社長にね、ご覧いただきました。本物を見た見た見た、ったんですよ。あの番組見たよ。後ろ見たから。あ、寿司三昧すごいですよね。じゃあいきなり、じゃあ
寿司三昧のモノマネお願いします。お寿司はやったよ、もうもうやってる、もう一回やってんだよ、もうもうやってんの、あのちょっとじゃいつものあのコールやって、今のいつものコールやって、社長のお寿司といえば寿司三昧。なるほどね、そっくり。そうなんだ、ね、私でも市場で見たことあるんですよ、社長。社長ね、はい、同じ顔してたもん。そっくりやね。同じ顔してた。ね、まあ、とりあえず、ね、何やんの？何やんのよ。あ、でもね、社長にね、うん、つい最近ね、社長寿司三昧がですね、うん、ミクチャをやってるんですね。ミクチャをやってまして、で私呼ばれたんですよ。うん、神楽坂っていうんですね、東京の、うん、オープンしまして、おね。S 寿司三昧がオープンして、うんうん、スーパー寿司三昧、ね、あの普通の寿司三昧よりも安いんですよ。安いんだ。一貫60円から安い、販売しまして、そちらのね、マグロの解体ショーに呼ばれました。すごい仕事だ、それで。その時にですね、私最初築地の本店の前でね、うん、人形の横でこうやってね、寿司三昧の格好ね、この寿司三昧っていうね格好で待っててくれって言われたんですよ。でもなかなか帰ってこないんですよ、本人がね。したらね、その間にずっと通る人にですね、あれ社長お疲れ様ですってね、市場の人はみんなね、私は社長本人だと間違っちゃってね。いや、間違えると思うよ。お客さんもね、食べた人もね、出てきたら、社長今日も美味しかったですよってね、美味しかったですが偽物ですけどね、私っつってね、みんな騙されてんですよ、これ、ね、社長来たの？え、社長はやっと来ました、やっと来たんだ。でもね、なんて言ったと思います、社長。なんて言った、誰ですかこの人。いや、何回か営業も読まれちゃうんでしょ。でもね、最近はもうね、弟って言われた。弟さんだ。あら、いいね、可愛がられてね、弟って。だからでもやっぱ見栄え変わんない感じですよね。もうね、身長も同じぐらいなんですよ。でね、本名も木村ですよ、うん、私も本名木村なんですよ、うん、だからね、先祖は一緒なのかな、運命だね。運命だね。ここの頭のとこだもん、そっくりだもんね、これね。そっくり、素晴らしいね、その薄さといい。すごいわ。でもね、うん、さっきね、うん、この同じ番組じゃないですけど、うん、さっき出たんですよ。さっき出てたよね、リトブリサタデー出たばっかなんですよ。ね、前の番組ね、見てる人は違うかもしれないですけど ね、今も出てんの、リトモは。リトモ出てないですよ。出てないんだ。今は出てないですね。あ、なるほどね。はい、コロナ復活したらですね、うん、まあ、また呼ばれたら行こうかなと思いますけどね。その鳥越 FM さんっていうのはモノマネ芸人結構来るんでしょ。あ、そうです ね、はい、うん、そうなんですか。いや、来てんじゃない、結構来てるでしょ、ね、だってマリちゃんのところでも石川不良とか、そうなんですね、ゴジラさんとか、うん、そうなんですよ、ね、ゴンゾはモノマネじゃないけどね、ゴンゾはモノマネじゃないね、もうね、懐かしいね。俺なんかもう昔ね、十何年前かな、うん、もうこういうインターネット番組ってあったのよ、圧倒努力放送局って今多分あるかないか分かんないけど、うんうん、そこで番組やってたね、うん、もうこの空気感久々です、うん、本当に。あ、こんな感じですか。そう、あとね、緊急事態宣言出たでしょ、うん、人間に会うの久々だからね。本当に何と会ってたんですか。もう一人でずっと家の中にいるでしょ、ね、仕事もないしさ、このご時世だから。もうね、コロナはもう私大丈夫ですから。コロナ大丈夫。大丈夫、大丈夫、ね、コロナに慣れましたからね。慣れた。俺もちょっと慣れてる。慣れてる、なったから。なったの、もうなったんですよ。勝ったから。あ、じゃあ、ね、なってね、3ヶ月は抗体ありますから。普通のコロナにはなりませんよ。お前なったんだ、コロナ。そうなんですよ、強いね。しかもね、家族全員なっちゃったんですよ。なっちゃうわな、それは。そう、じゃあ、あの人数に含まれてたってことだ。そう、あの中に。まさにですね、うん、コロナ三昧ですよ。言ってました。もうまだ早くないそれ。そのコロナを笑いにするのもちょっと早いんじゃないか。あ、そうですか。なのでね、家族全員だからね。まあでも無事ね、うん、皆さん生還して元気になりました。よかった、うん、よかった、よかった、ほんとね、はい、でもね、やっぱ味覚症状本当にあるんですよ。あんの、うん、ね、カレーのマリちゃんですけどね、うん、たまたまね、私カレーを食べてたんですよ。カレーを食べてたらね、うん、娘からね、うん、そういえばパパはね、うん、カレーの味するのって言われて、うん、匂いするのって言って、うん、そりゃするよって匂ったら、何も匂わねえなって言って。本当になりますよ、これ。家族全員匂いしなかったの？いや、ね、私もなったし、嫁もなりましたしね、うん、マジ で、 で、ね、若い子はなりやすいですね。子供も結局2人ともなりましたから。マジで。で、いつ戻んの？
いや2日後、2、3日で治りましたね。で若い子の方がずっと残るみたいですよ。辛い。まあでも子供も無事治りましたからね。よかったね。よかったですね。そっかそっか、ね、気をつけてください、ね、気をつけてね、ほんと。もう今も浅草で俺車で来たんだけども、うん、やっぱ人いないのよ。いないし、ね、今日土曜日でしょ、うん、いないし、道路ガラガラだし、うんうんうん、もう気安くてしょうがなかったけど、さっき俺水買いに行ったのよ、コンビ、うん、下のコンビにね、うん、俺も久々だったから、外出たからね、うんうん、このまんまの格好してたの忘れちゃって、うん、あもうジロ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 なんか人見んなと思ったら、あ、そうだ、俺今サングラスをこんな手袋使って水買いに行っちゃったっつってね、あのエンジンの人イラン人だったけどね。イラン人だった。カレー屋さんだった。あ、そういうこと。インド人だった。それはやばいね。浅草でもいなかったですか、人、やっぱり。いなかったね。私ね、うん、秋葉原を通ってきたんですよ。うんうん、店から通り道で、うん。すんごい人いっぱい。人いた。すんごいいた。何してんだろう、みんなって。大丈夫かね、これね。そう。みんなで黙っちゃダメだからね、これみんなで黙っちゃダメ。せっかくモノマネ芸人歌いますからね。そう、なんかね、ちょっとモノマネします。そうそうそう、やってもらいたいですね。この番組は何分番組なんですか。これ50分なんです。50分どう短いね。そうなんですか。短いね。俺なんか今生配信やってるから、うん、あの4時間ぐらいやってるから知る。長くないでしょ。長いでしょ。50分でしょ。やってます、ね、早くやろう、モノマネ、うん、ね、やろう。とりあえずやろうよ。何やります。何やる。みんな見たい。見たい見たい見たいですよね。見たい見たい見たいですか。じゃあ僕とね、太蔵って、うん、結構ネタ被るんですよ。そうですね。モノマネ界でもハイトーンボイスのモノマネが、はいはい、声高いですよね。そう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 。だからお挨拶がてらね、そっちから行きます。 X ジャパンからもうボン行きましょうよ、うん、ありますね。ボンボンボン、そうそうそう、見た目がね、 X ジャパン。そうなのよ、うん、もうね、僕も X やるんだけど、うん、見た目が寿司三昧のくせに、うん、X もうまいんだよ。いいじゃないですか。体操はね、体操はうまいの。どんな感じでいくの今日は。だからこれね、なかなかないからね、これテレビでもない。これ何もやってないけど大丈夫。え、大丈夫でしょ。大丈夫だと思う。これもダブル XL ジャパンで競技から。すごい、これはすごい。ちょっと見たいですね。オチになっちゃいますね、これ。オチなの。まあけど大丈夫でしょ。大丈夫ですか、ね、うん、コラボですか。コラボコラボコラボ。じゃあ曲は何にしますか。じゃあみんながしてるホエバラブだ。ホエバラブですね、うん、ホエバラブですよ、うんうん、だから俺もホエバラブ歌いますから。それはですね、どうやって歌いますか。じゃあ代わり番号ずつね。代わり番号、代わり番号ね。アイコンタクトでも黒だから。分かった、ね、じゃあ先行ってきます。じゃあ先行ってきます、はい、行きますよ。これエコーないんでね、エコーないんでね。けどアカペラで歌えのけちゃうのもプロの仕事なんです。素敵。いきますか。はい、お願いします。ちょっと、スタンバイスタンバイ。マリちゃんは入ってこないですね。マリちゃん入ってこないですね。じゃあちょっと違うことになっちゃう ね。もっとマリちゃんもモノマネ芸人ですから、ね、違う。え、あ、違う、音響さんだったな。違うか、カレー屋さんだった。音響やってました、音響。あ、音響さんだったの。音響もやってた。あ、音響もやってた。音響も。じゃあマリちゃんも入ろうか。じゃあ、ほやま、ちょっとおかしい人だ。違うじゃん。マイクないから、ちょっとこれでいい。これでいい。ちょっとマイクなしはちょっときついから。ありますよ、これ。これ持っちゃダメだからだ。ダメなんじゃない。すごい、持たないですよ。じゃあこっちに近寄せてたんです。マイクがダメ。持ってる感じでやったらいい。じゃあ行きますよ。はい、お願いします。もう一人で歩けない、時の風が強すぎて、ああ傷つくことなんて慣れたはず、だけど今は、ああこのまま抱きしめて、濡れたままの心を変わり続ける、この時に変わらない愛がある胸は Will for my heart 涙受け止めて、もう壊れそうなOh my heart, forever.
うわすごい、これなんだこれ、これすごいね、初めてだったけどね、クラブ初めて、営業株部からね、そう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 、あんまり一緒になることない、あんまり一緒になることはないんだけど、ですよね、そうそう、僕がねあのテレビで結構昔、うん、X ジャパンのモノマネで結構出てたんだけども、その後にね太蔵が出てきてで、あうまいなと思ってね、まあ最初僕だけだったの、 X ジャパンの専門でやったの、あーそうですよね、うん、そうそう、そうしたら、うんうん、あの太蔵が来て、うんうん、で今やね、まあ、5、6人いますね確かに ね、そうそうそう、だモノマネ界って面白くてね、うん、あの同じモノマネをしてる人って結構いるわけよ、うんうん、でテレビそのどの、まあ、6人いるとするでしょ、うん、で6人いてこの3番目の人がテレビ出たとしますよね、そしたらこの X のモノマネしてる6人が、うん、一般から見ると、うん、前テレビ出てたよねってみんな言われるの、そうそうそう、だから一般人からしてみるとサングラスかけて X バン歌ってれば誰でも X バン出てる、よくあの間違えられるみたいですよ、そうそうそう、体操でしょって、そう俺なんか体操でしょって言われるの、ね、俺なんかもうたあの太ってるからね、しかも本当に僕もその格好をね、うん、サングラスかけてカツラしたら、うん、トシキングですよって言われるんですよ本当に区別つかない、そうそうそう、これ難しい、だからもう松山千春のモノマネの人もいっぱいいるけども、ね、テレビ出ちゃえば一般人からしてみると、うん、みんな一緒みんな一緒、格好しちゃうとね、そう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 、うん、サングラスかけると余計わかんない、もう余計わかんない、うん、あとみんなこうね、僕昔結構痩せてたんだけどね、X ジャパンのモノマネでサングラスかけて長髪してればまあ誰でも X ジャパンになれるわけよ、けどみんな一般人の人は、うん、あすごい似てるって言うんだけど、いやいやこれみんなあのカツラとサングラスかければある程度あのトシさんに仕上がりますよって、ね、そうそうそう、だからマリちゃんもマリちゃんの方が似てると思う、嘘でしょ嘘でしょ、今やヨシキさんが似てる、ヨシキの方が似てるかもしれない、そうそうそう、ヨシキは髪型とあとサングラスかけるだけでいけるよ、あと首にトイレットパーペーパー、まあ、パーペーパー、完璧いけます、いけるいける、これはね、いい難しいのよ、いいね、すごいです ね、もうお二人ともすごいレパートリーたくさん持ってる感じですけどね、だから今日はもうね、う時間短いからね、そうなの、そうなの、うん、もう X やったから、うんうん、じゃあ太蔵なんかやって、太蔵さん太蔵さんあれじゃないですか、こう見えこう見えてビーズ軍団じゃないですか、うん、ビーズ軍団なの、こう見えてビーズ軍団いやだってこっからはね想像つかないでしょ、そうだね、うん、でもビーズ軍団なんですね、ビーズやってよ、ビーズ、ビーズですか、うん、ビーズやってほしい、ビーズね、俺もビーズやるからさ、ダブルビーズやるじゃんまたコラボなんだ、うん、ここまたこせっかくこういうのないからさじゃあの分かりやすいウルトラソウルですか、うん、まあ、いいですね、あのどっちですか、ウルトラソウルはやめて、何をやめます、石焼き芋ですよ、どういうこと、うん、どういうこと、石焼き芋焼き芋ってビーズで言って、今流行ってんじゃん、えコラボじゃないですか、コラボだよ、一人ずつ言おうよ、あ同じことを、そう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 、これこれね、あの今流行り始めたけど、これね20年ぐらい前にも流行ってるの。じゃあお手本をまずあの先輩から、ね。ああ、じゃあ石焼き。稲葉さんでね。稲葉さんで石焼きもね。へへへ。石焼きも焼きも。はいどうもありがとうございます。よしよし焼きもだよ。はいはいどうもありがとう。どうぞ石焼きも。流行りこれ。石焼きも焼きもお芋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 だよ、すごいね、面白い、石焼きお芋の時間どこのお芋屋さんそれ、最悪しないと言っちゃうよ、石焼きも東村山のお芋だよ、イエーイ、これどう、なんなんだこれこのコーナーなんだこれ、石焼き芋屋さんのコーナーだこれ、稲葉さんの石焼き、これほらあの著作権関係ないからこういうの一番いいのよ、こういうのあの人のあのビーズの歌歌ったらめんどくさいから、そう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 、何でもだからこういうの行こうよ、今度トシさんも今ね、うん、X の歌歌わないですよ、あの人の歌ばっかりじゃなくて、あのカバーコピーじゃない、カバーやってるから、そうそう、じゃあそうなんだ、ちょっと私聞きたいことだったんですけど、うん、太蔵さんに、あのごめんなさい、ビーズ軍団のちょっとここって聞きたいんですけど、うん、ビーズ軍団って何人いるんですか、今7人ですよ、でも元々は元々、うん、
もともとは最初はね、一人だったんですよ。誰ですか？リーダーのこと。リーダー大橋。ああ、光るだけで。うん、ピンで出てたんですよ、うん、あの、うん。その時は松本さんもね、モノマネ出てた。松本さん松本さん誰？あの、ビーズの。ああ。で、二人で出てたんですけど。でも、軍団を作りましょうってことになって、うん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 、その時にですね、二人増えたんですよ。ね、二人ね。で、その二人になったんですよ。うん、稲葉さんも二人になって、うん、私は、うん3人目4人目また2人募集したんですよ、うんうん、その時の私3人目4人目です、うんうんまあ、要は2期生でございます2期生なんだあ2期生ねなんかね違うの YouTube をちょっと見てって、うん、ビーズ軍団のすごい大量にいた時やった あの時はねあの AKB 軍団までやってでビーズ軍団もいてあの解散の危機が迫ったんですよ、うんうんうん、で負けた方が解散という話になってね、うん、じゃあもうできるやつみんな集めようって16人集まりましたねえそれ一般募集そうです、そうだね勝ちましてね、うん、ビーズ軍団は解散しなくてあの AKB 軍団が解散しました、ね、すごいねあのビーズ軍団すごいところって今でもいるってことだよねそうですね、うんまあ、今はねモノマネグランプリはねあのコロナの影響でね、うん、あの人数がねそう7密なんでねそうだね7密なんで、うん、みんな出れない出演 NG なんですよね、うん、へえ。そうだからモノマネ番組もね困ったら人数集めるからだからもう10年ずっと出続けてましたそうそうえじゃあその1回増えた人たちはどこ行っちゃったんですか、うん、省かれてました、ね、省かれてんだ何は省かれてんだけど1回出ればその人たちもビーズ軍団の一員なわけでしょそうですそうだよねだから君としてはどうなの？あの1回その30何人の時にビーズを1回しか出てない人が、うん、俺ビーズ軍団だよって歌うじゃない、うん、どうなの？まあちょっと全部が全部じゃないですけど、うん、レギュラー陣はどうなの？嵐の人もいますね嵐の人もいるけどなんか嫌な感じなの？その1回だけのくせにっていう、そうなんです1回だけのくせにじゃないよりもね、うん、やっぱそのビーズ軍団の、うん、あのレベルを下げちゃうから、下げちゃうからねで最低何回出ればビーズ軍団って言ってもいいの？いやその1人でも1回でもね実力がある人だったら、あ実力がある人だったら、あれオーディションやるんですか？オーディションあります。え何似てない人も入ってたの？あいっぱいいますえそれ誰が審査するんですか？それもスタッフさん、あスタッフなんだスタッフなんだ、あ人数いればいいって話だったな違うとりあえず、うん、かき集めた。かき集めた。今も一般募集してますよね。しますよ。常に。今もそうなの？みたいな。女性でも大丈夫ですよ。マジで大丈夫。いや大丈夫。私はいい。私どっちかって言ったら中島美嘉軍団に入りたい。なるほどね。昔あったね中島美嘉軍団ね。今、うん。だから俺も一番最初軍団やった時が桑田佳祐軍団に入ってた。ああそうなんだ。桑田さんもいっぱいいますから、ね。10人で10人でみんな桑田佳祐のその津波をメドレーで歌って、うん、でロケまで行って、うん、湘南まで行った湘南まで。なるほど。そう最初多分ね軍団やったの桑田佳祐軍団だと思う。まあ、でも桑田さんとねモノマネするやもう腐るほどいますから、ね。腐るほど。いっぱいいる。いっぱいでも僕もできますし、うん、としきんさんもできます。そうそうそう。みんなできますよ。けどねあのそれぞれねあのいろんな桑田佳祐がいますね。いろんな桑田。僕はねあの本人決してやってるものもないですから。え何本人手下、うん、あ本人手下、手下のない、あ俺もそう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 、うん、そうなんだ、どっちかっつったら大体やる人はねラリーチョレーってやるんだよ、似てる、あらラリーなーってやるんだけど、うん、それみんなあの、うん、あら全国の女子高校生ファンの皆様と一緒だからこれみんなね、だから間違っちゃう、ドクロペさんね、そう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 、だ桑田佳祐もライブの桑田佳祐と、うんうん、CD の桑田佳祐と、うんうん、あと今の桑田佳祐と、昔の桑田佳祐バージョンが違うんですか？全部違うから、まあ、それはもうみんな歌手みんなありますよ、うん、そうそうそう、だから難しいよね、だ厳しいのはね、うん、あのファン、うん、ビーズの稲葉さんも、そうそう昔の稲葉さんだ、そうそう、新しい稲葉、今のねライブの稲葉さん、違うんですね、全然違う、僕がやってる稲葉さんは、うん、どれでもないですね。えどれでもないです、どれでもないの、どれでもないの、いやだってなんかまた私 YouTube がもうあれなんですよ、うん、皆さんのね、うん、情報源なんですけど、ね、見たんですけど、うん、オチがなんかもう違うキャラやってるじゃないですか。どういうこと？あビーズ軍団がオチが違うってこと？失礼だね。ビーズ軍団で出てきて、うん、みんなビーズの曲を歌ってるじゃないですか。ビーズの曲じゃないか、ビーズの稲葉さんの真似をしてね、はいはい、でもなんか一人だけオチが、うん、あの恋するフォーチュンクッキーのやった時にみんな
稲葉さんなのに、うん、なんか一人だけ違うキャラを。何やそんなことない、みんな他のキャラやってましたよ、うん、その時は。あ、やってましたっけ。そうそう、だからビーズ銀だってビーズだけじゃないんだよね、みんなね、みんな個々に、個々にいろんなものに。ああ、そっかそっか、うん、まあ、たまたま僕はあのモノマネしたのが、うん、オチになっちゃった感じですよ。そうだね、すごい印象的だったの。それが人にオチ何やったの、ちなみに。ドラえもんですよ。ドラえもんやった。全然かけ関係なくなっちゃうんだね。全然あのね、恋するフォーチュンクッキーの、うんうんうん、最後占ってよってあるでしょ、うん、そこはあの僕のカメラが来て、うん、占ってよって。なるほどね、そこだけだった、そこだけだ。じゃあせっかくだからドラえもん、ドラえもん歌ってほしい、ね、ドラえもん。いつのドラえもんだそれは。じゃあもう大山の坊、大山の坊さんの時のドラえもん、うんうん、はいはい、じゃあお願いします。お願いします。え、僕ドラえもんですか。僕ドラえもんです。そうです、そうです、ね、はい、わかりました。じゃあ昔の僕ドラえもんです、はい。おたまてこてこさえてピコピコ、それがどうした僕ドラえもん。未来の世界の猫型ロボット、どんなもんだ僕ドラえもん。古いね。ありがとうございます。古いね。今こう二十歳のことわかんないよ。いや、二十歳わかりますよ。わかんないですよ。高校生がギリギリ。高校生ギリだよね。今。あ、なんかツイッターにコメントが来たみたいですね。あ、本当に。お、あ、スリーナインさんから。見てます。見てます。スリーナイン見てるかーって、本当。ありがとうございます。ありがとうございますね。僕のね、あの生配信の、あのファンの。ああ、ね。あの方ですね。あの方でございますよ。はい、もうね、スリーナインさん。格変でございますからね。あの美人な方ですね。あ、それはちいさんでしょ。あ、どちら。それはあなたファンでしょ、ちいちゃん。俺、うん、ファン、まあ、ファンの方です。まあ、ファンですよ。ファンですか、ね。はい、じゃあここで思いつきでいいですか。いきなりですけど、うん、今ドラえもん歌ってもらったんで、うん、ドラえもんの絵を描いてください。うん、ドラえもんの絵を描く。ほな、私絵心ありますよ。じゃあこれを、ね。じゃあ太蔵さんから、ね。そんな簡単じゃないですか。ボケていいの。これボケなし、ボケなしですよ。ガチ、ボケなしガチでしょ、ガチ。こんな簡単ですよ。これはドラえもんなんかもう普通に描きますか。これだって斉藤さんのドラえもんとか。あれなんだね、基本に忠実じゃないの。そう、うまいね。はい、ドラえもんです。うまい。薄いね。薄っ。薄いな。僕ドラえもんです。うまいね。俺じゃあ、あ、じゃあ違うキャラにしましょうか。俺ドラえもんで行くよ。ドラえもんで行く、うん、うまい、かわいいドラえもんだね。トスキングさんのドラえもん。じゃあ喋っといて。ドラえもんでね。俺の見てるからね、うん、書き方分かっちゃったかもしれないよ。そうね、分かっちゃったかもしれないですよね。いや、でもほら、それぞれ個性があるじゃないですか、みんな。あ、まあ ね、そうね、ドラえもんには。ドラえもんなんだけど、自分のドラえもんはこうだよ、うん、それのドラえもんはすごいから期待できるかな。なんか違うもんできてる。俺のドラえもん見せてあげて、みんなこれ。あ、はい、トシキングさんのドラえもんでございます。パーマンじゃないか。そっくり。パーマンじゃないよ、バードマンだよ。バードマン。上の人でしょ。上の人。上の人。パーマンの上の人。リーダー、リーダーだから。バードマン社長みたいなもんだ。マニアックな。これマニアックなんだよ。これ普通パーマン描くすごい。かけるのがすごい。かけるのすごいでしょ。これはね、これすごい似てる。これこそ若い子は知らないから。若い子知らないかな。ね、ほんとね、いいと思うんだけど、ね。今パーマンやってないから、ね。パーマンやってない今。やってないですよ。やってないですよ。やってますよ。やってないの。けど人気あるから大丈夫だよ。なんか書きたいらしい。喋っといて。なんか書きたいらしい。喋っといてよ、ちょっと。何を書くんですかね。なんだろうね。急になんか逆にこう、あの絵を当てるみたいな感じだったね。この絵の面白さっていうのをみんなに見せたいからさ。あ、じゃあついでにサインも書いてるけどね。これすごい一瞬だから。これ、はい、これパーマン、これパーマン、ね、これパーマン、これパーマン、これね、5秒で2号書けるから。あ、3号、あ、2号だ。2号ってあの女の子でしょ。そう、女の子2号。ほら、あー、なるほど。これマジで、からそこからブービーいきますか。ここからブービーいけるから。すごい。うん、こっからブービーいける。本当に。
ここからブービー。あ、本当だ。元はみんなさ、これすごい。元いけちゃうんだから、これ。これどう？俺の能力。素晴らしい。これ能力素晴らしい。パーマンしかないでしょ、でも。パーマンしかない。あとプーヤンもいけるけどね。プーヤン。プーヤン。あ、4号ね。4号いけるけど。これ全部かける。太ってるやつね。かけるあとなんか物まねしてよ。でもほら。僕と都心さんとはまあ滑舌が悪いんで有名でしょ。滑舌いいよ。滑舌悪いって有名なんだよね。まあ、滑舌はで悪いって有名なね。うん。やっぱモノマネといえば。うん。やっぱね。マミよ。え？何？俺のこと言ってんのかお前。すか。俺のことを言ってんの。俺のこと言ってんだ。何言ってんだお前こんなと。え？お前誰だこんなと。俺のことをお前やってんだね。ちゃん。お前誰だこんなの。俺はお前 YouTube 始めました。お前初元がこんなぞ、うん、YouTube 始めた。超えたんだこんなぞ。お前のまたぐなよお前。またぐなまたぐな。お前はこんな野郎お前。俺をこないだ大したもんだこんなぞ。たまかがいたんかな。たまかがいたんかな。そうだかね。そうすりけどもこんなぞ。お前誰だこんなぞ。たかまるかね。たかんだぞお前。お味がねえだなんか。小力さんですかね今。全部ね。長州力力さん。長州力。長州力で決まってんだもん。長州力。何言ってんだもん。小力。小力でもいいし長州力でもどっちでもいいんだよ。一緒だから。どっちでも一緒だよ。お金やってよ。そうかそうか。そういうことですね。どういうことだ。どういうことだ。どういうことだ。え待って待って太蔵さんも、うん、トシキングさんも私より年上なんですよね。でもすごいあのね年上私太蔵さんの方がトシキングさんより上だと思う。太蔵よりマジでそういうことこれ分かる貫禄貫禄だね貫禄が、うん、それ社長からキャラだからあそういうことかな それ髪型だからかそうよ俺としては嬉しいけどね俺としては嬉しいいや俺の老けてるってこと老けてんだよな多分でもなんか肌ツヤいいんですよ肌ツヤいいねそうよピカピカよねえ俺らも今日ファンデーション塗ってないからね今日これ若いよ45歳だけども45歳若いですよ44歳ね俺なんかもう25年やってっからものまねすごい長い長いのよ長いほんとけど俺の上がまだいるからまあまあそりゃそうまだ安心してるんだけどさほんとにでこれからどうなっちゃうのかなと思ってねモノマネ業界もねほんとねほんとどうなっちゃうでも変な話ねやめていく人もいるんじゃないかないやいると思うこのコロナでね、うん、もう完全に違う仕事する方もいるでしょうねそうだ俺も思う一番ね昔から言ってんのは、うん、やっぱ松田聖子さんって永遠じゃないですか、うん、で松田聖子さんのモノマネする人って結構いるんですよね、あと10年経ったら松田聖子どうなっちゃうのかなっていうねそうねうん、まあ、そのモノマネする方によってちょっとそうだね、うん、一本でやってる人は、うん、そう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 何年持つかっていうね、うん、だから僕考えたのが10年後、うん、20年後の松田聖子のモノマネをやる人いるのかなと思って、うん、でもいるような気がする、うん、約束を守れたなら誰ですか おばあちゃんになっちゃったこういうのあるんだこの想像ものまであくまでも想像ものまで年を取っちゃっ て、ね、ちょっとネジがおっとどっか行っちゃったのかな願いを叶えてそれバカにしてるんだこういうもうほらみんなやるじゃんもう松田聖子って違うとこ行かないとダメなんじゃないかなっていうモノマネ業界のねなるほどそう同じことみんなやってんだもんなるほどなるほど X もそうでしょう、ね、真面目に歌うかボケて歌うかもう持って歌うかどっちかだからもうトシさんもねもしかしたらあともう10年後はすごい裏返ってるかもしれない裏返ってるかもしれないからそうそう火下げてるかもしれないからねくれないに染まったみたいなもんなんですよなっちゃうからいやそうなったら歌わないんじゃないか、うん、で俺のネタであるのよあの昔の人と今の人っていうのあの山上兄弟はいはいはい知ってるあの二人組のはい知ってますあのマジシャンの、ね、マジシャンねテジナーニャちっちゃい頃からねそうそう子供の頃から、ね、可愛かったのが、うん、テジナーニャってやってたの、うん、すごい可愛いって言ってたんだけど今もうイケメンで二人、うん、大変なんだよこの今のイケメンの山上兄弟のテジナーニャこうねこうねテジナーニャここ超かっこいいそっち決まっちゃったんだ今もう二人でもカーンってもかっこいいへーこう変わっていくんですね変わっていくの今となんかじゃあの寿司の前も変わりますね変わるか寿司さんうまいけどな寿司三昧それは若返ってるそれ若返っちゃった若返っちゃったじゃああの今寿司三昧の20年後お願いします20年後うん20年後
出てない。出てない。うん。ちゃちゃちゃん。そっくりだ。そっくり。そっくりだね。大丈夫それ。大丈夫。これ今度からモノマネってここなんだなって俺思うの。成長しないとモノマネも。年取らないとモノマネもね。そうね。そうなんです。ニーズに合わせていかないとね。もう俺もね、だからいろんなレパートリーあるけど。想像モノマネ。うん、想像モノマネ。本当想像モノマネ俺大好きで。本当大好きだ。はい、じゃあそんな感じですね。うん、ちょっとカレーについて。カレー。ちょっと触れてもらって。カレーのついて。カレーネタを、ね。カレー僕大変好きなんですよ。うん。年取ってね、カレーが好きになっちゃって。うん、だから、うん。マリちゃんとこのおすすめのカレーって何ですか？全部です。全部かい。全部ね。お前どっち派なの？どっち？カレー派。カレーはあのチキンかビーフかポークか。ああ。何カレーが好きですか？でもビーフは好きですかね。ビーフなの？うちねビーフないんですよ。じゃあチキンかな。チキンだね。チキン。俺はチキン。もしくは牛筋かな。牛筋をねやろうと思ってるんです。俺キーマかな。あ、キーマもあります、あります、あります。でもトッピング大事ですね。トッピングが、トッピングです。トッピングは何をしますか？うん、まずチーズですね。チーズね、うん、俺もチーズだね。あとはちょっと僕は野菜も好きなんで、ね、野菜、揚げナスですね。あ、いいね。うん、あるの？あるの？揚げナス、野菜、季節の野菜とポークカレーっていうのがあって、うん、そこの野菜の部分に揚げナスが入ってる、うん、あ、なるほどね、いいね。その野菜は他に何入ってるの？玉ねぎ、人参、じゃがいも、ピーマン。本格カレー、ね、うち欧風カレー。欧風カレー。じゃあ具がもともとそんなに入ってないカレーなんですね。具は入ってない。シャバシャバなの？いや、シャバシャバじゃない。じゃないんで。あの、なんつうのかな、こう日本人好みのカレー。普通の、じゃあお母さんみたいなカレー。そう、ちょっと家庭的な。家庭的な。カレーなんですよ。だからあのインドカレーみたいなサラッとしたやつじゃなくて。うん、だけどスパイス学食のカレーみたいな。そこまで、そこまで、そこまで安くないんだね。そこまで安くないんだね。え、俺も一回行ってみたいね、カレーね。来てくださいね。カレー嫌いなやつっていないでしょ、だってこの世の中。いや、それがね、いるんですよ。いるの？稀に稀にカレー食べれないとかいう方がね。俺もなんか好き嫌い激しいけど、うん、あの僕玉ねぎダメなのよ。なんですか？え、なんでですか？なんでって言われて玉ねぎダメなのよ。けどあのカレーに入ってる玉ねぎは食えるのよ。玉ねぎは血流を良くしてくれます。なんだよね、だ生の玉ねぎはダメなんだよ。じゃあさらせばいいじゃないですか、水に。ダメダメダメ、あれでもさらしきれてないやつ。いや、新玉ねぎはさらしたら全然辛くないし。そう言うんだけど、うん、ダメなんだよね、新玉もダメだしね。だからこんな体になっちゃう。そうね、関係、玉ねぎだけだよ、関係ない。全然関係なくなっちゃってる。え、自分でカレーって作ります？作ります。僕料理やるんで。ね、あ、そうなんだ。はい、俺も料理うまいのよ。あ、本当に。一番じゃあ得意料理なんですか？僕はお好み焼きかな。それ料理？料理です。それ料理？はい、マジで。だってもう最初のルーから。あ、ルーからきっちり。ルーから。ルーから、ね。お好み焼きのルーから、ね。俺も中華料理。中華は全部作れるからね。マジ？餃子なんかめちゃくちゃうまい。モノマネでも有名。トシキングの餃子のなんかよくあの SNS 上げてますもん。そう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 。作って作って。自分で作って。すごい。けど味の素の餃子を、うん、あの作るのがちょっと苦手。逆に冷凍の、焼くだけ、焼くだけなんだけど、いつも焦がす。あ、コメント取りましょう。つい、コメント来ました、ね。ツイッター来ました、うん、はい。ツイッターから来ました。ツイッターから来ました。モノマネをやれっていうコメント。あれやってみたいな。モノマネやろうよ、みんなで。はい。ちょっとモノマネ芸人でしょ。トシキングさんでしょ。え？今トシキングさん。トシキング元気そう。あ、これカルベさん。あ、カルベさんね。トシキング元気そうで、まさかマリ社長と絡むとは。マリ社長に教わったから今日は米遅れたかな。頑張って、カルベでした。カルベさんです。カルベさん、しないな。モノマネのね、うん、もうどこでも食いつきちゃう人。どこでも行っちゃう人。どこでも来ちゃう人。ネタ、ここネタ。すごいよね。カルベさんね、あの数日前にうちの店来てくれたんですよ。来たんだ、すごいね。たまに来てくれるんですよ。おらららら。それで、優しい、さすがカルベちゃん。コメントしてって言ったんですよ。ツイッターやってるの知ってるから、うん、見てるだけじゃなくてコメントをしてる10分前マジかね。でお願いしたら、
やり方わかんないよみたいな。やり方、俺もあに分かんなくて教えられなかったみんなに。そうそう、難しいよね。今日コメントしてくれた。本当難しい。カルベさん、ありがとうございます。カルベさん、ね、またお店来てくださいね。どっかでね、またね、行きたいね、行きたいね。お店行ってくれたり。ぜひぜひ来てくださいね。そうそうそう。今のほら、あのファンの方もさ。あの生であのモノマネ初対見たい方も今見せられないからね。そうなんですよ、大変なんですよ。今でもリモートでやってるんですかね。今リモートだね、まあ、生ライブとか、ね、生ライブとかね。そうそうそう、だこういうあのね鳥越 FM さんみたいなところがあって、うん、僕らは助かりますよね、本当ね。あ、そうですよね。あのモノマネとかできるところ場所があるからね。確かに。うん、で今日なんかもう本当にあの喋ってるだけなんでモノマネやってるじゃん。モノマネやってないですよ、あんまり。あんまりやってないでしょ。まだ、うん、まるちゃんモノマネじゃあります。じゃあ私はカレー屋なんですよ。あ、カレー屋なんだ。あ、ちょっと待って、その前にね、うん、残り10分でしょ、ね、残り10分だよ。あ、ちょ、今日明日バレンタインじゃないですか、うん、それで私、うん、お二人にプレゼント持ってきたんですよ。おいおいおい、まさかの、まさか今年のバレンタインデーは生でもらうと思って、今日作ったの、今日作ったの。これ本命か、マジで本命か、あら、ちゃんと作ってんじゃんこれ。斉藤さん、あら、見てこれ、トシキングって書いてあるの。ちっちゃいちっちゃいけどちゃんと文字、名前が入ったの、タイゾーって。どうしようこれ、これありがとう、もうわーってなってるこれ。やめようかな。これいいね、これ最高じゃないか。いいじゃないですか。じゃあね、あの返さないとね、これもね、うん、まあ、あのね、全然ね、後で銀行口座を教えて、うん、どんぐらい振り込んだどんぐらい振り込んだね、ほんとよかったよかったよかった。じゃあ俺もモノマネしちゃおうかな、じゃあ、はい、おね、じゃあね、僕ね自分で言うのもなんだけど、ゆずうまいのよ。おゆず、はい、しかもゆずの左がうまいのよ。もうカメラ右か、もう自分でうまいって言っちゃいました、うん、そうそう、もううまいのこれ。お願いします。でオリンピック近いでしょ、はい、うん、だからオリンピックテーマソングユーズで、あの右の人中心の、うん、虹というね、とても素晴らしい歌だから、はい、これサビだけいきますからね。でエコないからちょっときついかもしれないから、いきますね、いきますよ。超えて超えて超えて、はい、どうもありがとう。説得力高音がすごいですね。高音がすごいのよ。すごい、逆に低いのが出ないからね。低いの出ないんですか。もう超低いのは無理。あ、うん、だからあの大友公園も低そうで高いからね。あのね、あ、大友公園さんね、うん、そうそう、大友公園さんなら今は二人いけるから、うんうん、やってみよう、うん、せーの。え、どこ、僕も CM 歌おうかなと。俺も CM 歌おう。本当ですか。そうそうそう。え、じゃあ公園うるせえ、いつまでもいつまでも走れ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 。両側から来てるみたいな。大蔵今の歌歌って。俺なんかもうドライバーの音モノマネつけちゃう。俺は歌って言ったよ。大友小平さんだって、うん、いいよ。さあ、せ、ワン、ツー、スリー、はい。いつまでもいつまでも社長いる？あしれしれ教えとけばいい？サルナトレキュー。エアブレーキの。あ、そうなんだ、すごい。エアブレーキ面白い。もともとまでもね、結構ねやってたんだけど、ね。ツイッターコメント届きましたよ。ツイッターコメントですか？ツイッターコメント。いろいろね、皆さんコメントありがとうございます。なんか今これカツラだから今ね汗だくなってんの。はい、暑くてここの中暑くて、はい、コメントいただきました。翔さん、翔さん、はい、今日は寝ずに見れた。過去残り20分だけど。この時間に寝ずに見れた。移動中ですが見てるよ。緊張しないで楽しく英語で喋ってくださいね、うん、じゃあ翔さん、うん、毎回見てくれてるんですよ。おだけど前回ね、あの寝る前に寝た。あ、この時間にこの時間に寝ちゃったとか言われた。あららら、ちょっと今日は見てねって。しかもダイエットコーチじゃないですか。そうなんですよ。この二人に。あ、すいません、ちょっと ね、 ね、今日この翔さんすごいですよ、うん、あの減量いきなりガクって、うん、どんぐらいやってるのかな、2週間とかかな、1週間とかかな、うんうん、
いきなりあの全く食べなくなるみたいな。ボクサーみたいな。あ、なるほど。そういうやり方なの。なんだっけ、そういうやり方。なんとかダイエット。なんとかダイエット。いや、なんとかダイエットってわかんない。あれですよ。なんとかダイエット。断食ダイエット。そう、そんなやつ、そんなやつ。何も食わない。そう、それでいきなりガクと体重を落とすみたいな。ああ、ボクサーだね、そこだね。ボクサーのね、落とし方だね。うんうん、まあけど結局ね、うん、それが一番痩せんだよね。うん、食べない。なんかね、あれ循環良くないらしいですね。食べない。でも、うん、リバウンドすごいんじゃない？そう、リバウンドもすごいんだけど、ね、体に良くなさそうだけど、うん、はい、じゃあここでですね、はい、これ番組でお二人にちょっとサインを書いていただこうと思いまして、おおこれを書いていただいたやつを、うん、視聴者プレゼントにしたいと思って。あら、一名様、一名様ですね。オッケー、これは貴重だね、これ。これ貴重だね。ここには左僕からですね。このコラボレーションないからね、はい、はい、そう。で、どうしようかなと思って、この番組宛てなんですね。ここにやればいいわけね。違う、ここに送ってもらって、あのね、出ない、アドレスがいいんですよ。アドレスがいい、メールアドレス、これか、あ、これか、ビーズ軍団だね。これまあできたらですけどね、これ、これ読めます、見えるかな、アズパン。あ、なるほどね、うん、このメールアドレスにサイン欲しい方は送ってください、サインくださいっつって、マリ社長の華麗なるカレーナイト、今回3回目の、はい、実機室サイン、やっと視聴者プレゼントできることになりましたので、もう終わりなんだね。そうなんですよ、もう寂しいね、なんかもうまた人間と会えなくなると寂しいな、これ、ね、大変、本当に。はい、でこれは一応出していこうか、画面、あ、ここがやっぱ見えるんだよ、反射しないで、光に反射する、マイクがあるから、あ、そうか、はい、できました、できました、サイン、こちらのサインをですね、うん、視聴者の方に、見えないよね、これ1名様だけに、1名様、はい、プレゼントします。見えるこれこれ漏れてる、大丈夫、漏れてる、このカメラ漏れてる、漏れてる、はい、漏れてない。でこれですね、本日の12時までかな、今日の12時までにメールくださった方、抽選で、おで、ね、当たった方、当選者の方にはこちらからメールをお返ししますので、筋三昧の社長がテロップ出してるそんな顔して、そんな顔してテロップ出してる、ね、みんな見やすいようにさ難しいよ、これ。すごいね、これ。真ん中だと見やすいよ。うん。いやでもね、本当に、ね、今日は皆さんありがとうございます。いや今日貴重なね、うん、お時間ですよ、ね、これは、ね。ありがとうございます。私あれですよね、トシキングさんのことを、うん、キングさんって呼んでたんですよね。うん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 、キングさん。そうしたらなんかみんなに爆笑されて。うん、周りの人に、うん、誰もキングって呼ぶ人いないんだけどね確かにね、誰もいない、トシキングって言ったら、うん、キングって呼ぶじゃないですか、まあね、呼ばない、なんで訳して、訳してキング、うん、キングさんとか呼ばないですか、言わないね、なんて呼ぶの、やっぱほらX ジャパンのトシさんのモノマネをやってるから、うん、トシキングキングなんだろうね、だトシを、うん、外したらダメでしょ、うん、逆になんでキングってつけたんですか、あのね、大人の事情でね。大人の事情で。いろいろあるんだな。まあ知ってますけど、ね。そう。元俺トシキなのよ。そうそうそう。うんうん、元トシキなんだけど。あ、トシキから。うん。トシキングに変わった。そうそうそう。まあ太ったのにもあるからね。うん、キングっていうのはキングサイズだからね、皆さん。キングサイズになっちゃったから、トシキ、そっちのキング、ね。そっちにキングですよ、うん。なるほど。そうそうそう。なるほどね。ね。じゃモノマネほら、俺が一番似てるとかじゃないから。ああ、そっちもう俺よりうまいやつがいっぱいいるしね、もう体型の問題ですね、体型の問題、キングです、キング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 、ね、なるほど、そうです、よかったですよ、ね、よかったです ね、 ねけどこの2人のコラボレーションって多分なかなか見られない、そうです ね、 レアですね、レアですよこれね、本当は見るって、ね、みんなほらここ僕もほら、うん、ね、泰造も今頑張ってるモノマネ芸人だから、泰造は、うん、今頑張らないとダメなモノマネ芸人、うんうん、もう僕もう一回終わってるんだよ、ね、いやいや終わってないでしょ、常に頑張ってダメでしょ、いや、ね、いいの、最初僕お笑いからだから、うん、え、そうなの、俺は逸材とかエンタからスタートして、俺お笑い芸人だと前そうそうそう、モノマネ番組なんか後だから、そうなんだ、ね、いやでもほら似てるから、もういいんじゃないかな、もういいんじゃないかな、意味が分かんないけど、
ね、あ、さっきの翔さんからね、まだ時間大丈夫これ。翔さんから、うん、リバウンドしないんですよこれが。ただ食べる時には食べてしまうので勝手に太るんです。別にこれで良きだと思っています、うん、さっきのこのダイエットコーチの方ですね、翔さん。なるほどね、うん、すごい、リバウンドしないんですね。すごいですよね。いいね。けどほら翔さん痩せてるもんだって。あ、まあ、写真、ね、ね、僕らとまた違うから、ね、なるほど、うん、僕らなんかすぐリバウンドだよ。いや僕リバウンドはちょっと食べても取れますもん、うん、そうでしょ。吸収しちゃうから痩せるのも簡単でしょ。吸収するんですよ。そうそうだから2キロとか食べてもほら太らないショットは、うん、あの吸収しないで出ちゃうから、うん、だから太らないんですよ。なるほど、なるほど。僕なんかはちょっと食っても吸収しちゃうんですよ、うん、俺と一緒だよ。ちょっと待って、番組そろそろ終わりってことです。あと終わった、終わった、あ、終わったらしいですね。終わりました。終わりだね。はい、うん。ということで、はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。そうか、もう寂しいね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あっという間ですね。トキキさんでした。ありがとう。ありがとうございます。また生配信アプリポコちゃん見てね。